はい、ご覧のようにですね、様々な、機材にね、行ったり来たりね、はい、相互互換があります。これはすごいですよね。皆さんこんにちは。さあ、今回はですね、またウランジさんからね、いろいろ送ってもらいました。本日紹介するのはこれ、ファルカムっていうのかな、 F38、クイックリリース、プレートセットと、あとそれをバックパックに取り付けるためのショルダーストラップの、セット、そして、カメラストラップをつけるための、セットになります。こちらの商品ですが、ウランジ様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、こういったクイックリリース、プレートなんですが、過去にもうちのチャンネルで、同社のね、これはクロウっていう、このクイックリリースプレートを紹介したかと思うんですよね。右上の方にカード貼っておきますので、ぜひそちらを見てほしいんですが、これすごい便利で、ちょっと今、この GoPro にこれつけてますけど、こんな感じね、こうワンタッチでカチャッと取り付けて、1回ね、つければ、まあそうそう簡単に外れませんし、ロックもねついてるんで、まあ不意に外れることもねありません。で、この両方のボタン、グッとつまめばポコッと外れるようなやつになってまして、これね、後ろにネジ穴も切ってやるんで、こんな感じで三脚に取り付けられたりですとか、他にもね、これバックパックに取り付けるためのアタッチメントもねあったりします。ちょっとこのデザインがね、あのピークデザインのキャプチャーにすごいそっくりだなって思ったんですが、まあ結構これ自体もアイディア商品で、ここにネジ締めるためのコインがね、こう磁石で挟まってたりとか、すごくね、これ使いやすいなって思ってたんですが、実はね、この黒を一つ欠点がありまして、というのも、この黒のプレート自体は、この黒のアタッチメントにしか、互換性がないんですよね。なので、こんな感じにアルカスイス互換のね、クランプで締めようと思っても、はい、全然ね、これ合わなかったりですとか、でも中にはね、ちょっと実はあったりするやつもあるんですよね。一応こう締め、無理やりこう締め込めばね、固定できないこともないかなと思うんですが、それでもこう力入れるとポコって取れちゃったりして、まあちょっとね、これはこれで使いづらいかなと思うんですよ。どうしてもこのプレートと、このクイックリリース、クランプですか、これをね、機材の個数分とか三脚の個数分買わなきゃならないので、まあちょっとね、お財布的にあんまり優しくないかなとね、はい、思うんですよね。まあ持ってる機器が1つか2つとかだったらいいんですが、三脚が3個4個とか、あと車載のね、ための、ものがあったりすると結構ね、手間だったりします。で、それを踏まえ見た上で、このね、問題をまるっと解決してくれそうなのは、このファルカムの F38 になります。ちょっとパッケージ開けてみましょうか。でね、パッケージを開けると、まあよくありがちなクイックリリースプレートと、あとクランプが出てくるんですが、このね、プレートとかの質感がすごく高いんですよ。金属の切削加工とかも非常によく取れてきてて、この面取りとかもすごい綺麗なんですよね。で、塗装もね、マットな質感で、なんかムラがあったりとかそういったことはないですね。もう最近のこういう中国のね、製品ってすごいね、質感高いですよね。で、中にはですね、さっきも言ったんですが、このプレートとクランプがあって、横のボタンをグッと押し込むことによってプレートが外れます。なので、ネジでくるくる締めるタイプではありません。この横のね、ボタンで簡単に、プレートを、脱着できます。で、プレート入れるときはですね、これボタン押さなくても、押し込むだけでカチンとね、はい、はまります。で、下の方にですね、こっちの方には、六角のね、ネジが2つあるんで、これがプレートを押さえてるんで、下にこう落っこしてしまうってことはありません。あくまでこれは一方通行ですね。はい、こっちで止まってくれます。で、横のボタンはですね、これグッとね、ここ引っ張って上に上げるとロックがかかるんで、はい、そうするとね、もうピッ動くことはありません。で、ロックを戻したいときは、またグッと引っ張って横に戻せば、サイドロックが解除されて、プレートがね、脱着できます。本体の裏の方にはですね、ネジ穴が2つ切ってあって、1つはね、ミニ三脚とかに使えるこの4分の1インチと、あともう1個大きい三脚のね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、ネジ穴がね、2パターンあるので、まあほとんどの機器には対応できるかと思います。そしてこのプレート自体にも、こんな感じで溝が掘ってあって、これ自体がね、アルカスイス、互換なんですよね。ちょっとカメラ取り付けてみましょうか。はい、さっきのね、GoPro に取り付けてみました。この付属のプレートは、ちょっとどっかで見たことある感じなんですが、これ自体はね、アルカスイスに互換性があるので、まあ、例えば今この紹介した、ファルカムの F38 にはもちろんカチンってつくんですが、なんと、既存のね、このアルカスイス互換の、三脚とかにももちろんね、そのまんま、ポン付けすることができます。もちろんこのクランプの、ね、ネジ止めをすれば、はい、しっかりと固定できるので、はい、さっきのね、ウランジの、クロウのように一方通行ということはありません。他にも、こんな感じで、他の、クランプにも、
もちろんね、はい、バッチリ乗ります。でもちろんね、さっきの F38 のこのクイックリリースプレートにも簡単に取り付けできるので、はい、ご覧のようにですね、様々な、機材にね行ったり来たりね、はい、相互互換があります。これはすごいですよね。さっきのね、あのクローにはできなかったことがねできるので、このプレートとね、このクランプのセット一つを買えば、まあ、残りはね家にあるこのアルカスイス互換のものはそのまま使えるってことなので、非常にねお財布にも優しいですし、互換性も高いです。でこの F38 のこのね、クランプの方なんですが、ここ自体にもね、さっきも言いましたがこのアルカスイスの溝が掘ってあるので、既存のアルカスイス互換の三脚の上に乗せることによって、はい、こんな感じで機器をねワンタッチでカチャカチャっとね取り付けることが、はい、できるようにねなります。これね、おそらくですけどジンバルとかの上に乗せたらすごくね使いやすそうですよね。ジンバルのこのプレートの上にさらにこれを1枚かませることによって、バランスの、ね、調整も多分すごく楽になると思いますし、取り外すのもね、楽です。でさらにここから三脚に乗せるときも違うプレートをつけなくてもいいので、いやこれはもう本当ね、いろんな機器への互換性もそうだし、ね、素早く脱着できますし、本当いいことづくめですね。これは本当ね、僕の中ではすごくねおすすめの、はい、プレートの、ね、一つです。そして次に紹介するのはこちら、さっきのねこのクイックリリースプレートをバックパックのショルダーストラップに取り付けるための、キットですね。はい、箱の中にはね、こんな感じでまたピークデザインのね、あのバックパックに取り付けられるやつにそっくりな、ものが出てくるんですが、これちょっと変わってまして、ネジがね3個なんですよね。基本的にこの、バックパックにつけるやつってこうネジが2つですが、これは3つなんですね。こんな感じでネジをくるくるっと回して、まあおそらくこうカチャッとね、開けるものだと思います。あ、そうですね、このように本体が2つに割れて、でここにねストラップを挟めて、もう一回挟み込んで、ネジで締め込む形になります。でこのネジのね長さなんですが、だいたい2センチくらいのね隙間を作ることができました。なのでね、大半のねバックパックのストラップには、ね、取り付けられるかと思います。ちょっとね今僕の手持ちのねバッグにこれつけてみましょうか。はい、ということで、ね、取り付けてみました。これですね、取り付ける時のネジが、あの今までのピークデザインとかさっきのねこのクローと違って、ネジがね3本あるんですね。なのでかなりねあのがっちり取り付けられますし、あとこのネジのねスクリューの形状が非常にねこれ回しやすいです。なので1回取り付けた後に少し緩めて微調整するのもね、すごくこれねやりやすいですね。今までのあのこういったバックパックに取り付ける、器具の中ではね、最も使いやすいかと思います。それじゃあこのバッグに、今使ってるねアルファ6600と、あとシグマのね 16mm のレンズですか、これをねちょっとつけてみます。で下にグッと押し込むだけでカチッとね、はい、固定できました。うん、そうですね、まあやっぱりどうしても今までね紹介した、こういったバックパックに取り付ける、まあ、器具同様ね、ここの1点だけでカメラを支えることになるので、どうしてもここのバタつきはあるんですよね。なのでこれ気になる方はね、ここに、パラコードとか、他にもそうですねバンジーコードとかそういったのをちょっと巻きつけて固定してみてください。ただですね、そのカメラの固定自体はかなりがっちりね、はい、されてますね。ちょっとやちょっと引っ張ったぐらいじゃもう全然ね、はい、落っこちる気配はありません。すごくね安定してます。いいですねこれね。で取り外すときもこの横のボタン、これを1回グッと押しながら引き上げるだけで、よいしょ、簡単に外れます。ちょっと慣れが必要ですね。はい、でここにもね下の方にボッチっていうんですかね、六角レンチのこのネジがね出てるので、このカメラをカチッて下ろした時にこのままスポーンってね落っこちる心配はありません。あくまで入れる時と抜く時は一方向なので、すごくねそれも、はい、いいですね。取り付けも一瞬でね、はい、できます。うん、すごくこれいいですね、やりやすいです。ただちょっと出しやすさがちょっとよいしょ少し慣れが必要なので、そこだけね一点ね注意が必要です。でねバッグねしょった感じ、そうですね、僕の手持ちのバッグはここのショルダーストラップの前にもう一本ねストラップがついてるので、直接ねこの肩っていうんですかね、この胸の部分にはこの金属のプレートが当たらないんですけども、人によってはもしかしたらこのバッグのこのネジの部分、ここ横のね、ちょっとはみ出したこのネジの部分がこの腕とかに当たって少しねそう干渉するか、ちょっと痛くなるかもしれません。その場合はですね、ここのネジを全部緩めて横にねこれずらしてもらって、でこう腕に当たらない位置をね探っ
ってもらうしかないですね。うん、やっぱりあの人によってはちょっとこれね当たって痛くなる人はいるかもしれません。さあではね、このまま最後のね一つ紹介していきましょうか。一番最後はですね、このカメラに乗せるためのプレートと、あとバックパックに乗せるプレートで、最後は、こちらカメラストラップをねつけるためのプレートになります。さっきとねあの全くほとんど作りは同じなんですよね。で唯一ね今回これ最後紹介するのは何が違うかというと、本体のこの4つのところにこう穴が開いてて、ここにカメラのストラップを通すんですよ。でカメラのストラップをここに通して、ストラップを首にかけて、でカメラをねこの胸とかに保持するね、形になります。でこれ何がいいかというと、あのピークデザインの、キャプチャーとかって、このカメラの横にこのピラピラっていうんですかね、このジョイントをつけるじゃないですか。なのでジンバルとかに乗っけた時に、そのピラピラの部分がこうジンバルのねこのモーターに当たってカッチャンカッチャン音がして、すごいやかましいっていうね、ことがあったんですが、これであればストラップがつくのはあくまでこのプレートだけなので、でここ自体には何もつかないし、本体にも何もつかないので、ジンバルに乗せた時にね特に干渉するものがないんですよ。これすごくね、あのジンバルとか使って、なおかつ、ストラップも同時に使いたいっていう方にとってはね、これ一番ねいいアイテムなんじゃないでしょうか。実際ちょっとカメラストラップつけてみますね。はい、カメラストラップをね取り付けてみましたが、どうでしょうか。すごくねあの自然にね取り付けられてるかと思います。で、このねカメラが必要になったらグッと伸ばして、撮影して、で必要なくなってたらまたこのストラップをぐーっと引っ張って体の方にね、つけていけば、ほら全くねカメラとかには干渉せずに、こういう風にね体に保持できます。でこのプレート自体もあのジンバルに乗せたくなったら横のボタンをぐっと押して引っ張れば、もうねあとはこうねジンバルにカチャッと乗せるだけですぐね、撮影もできますし、でさっきも言ったんですが、本体にこの横のねピラピラ何もつかないので、あの彼にねジンバル動かしてもカチャカチャ音はすることがありません。他にもバッグにも取り付けられますし、三脚にもつけれますし、さらにストラップにも取り付けて、はい、こんな風に持ち運びできるので、いやこのねファルカムのこの F38 っていうシリーズ、本当にねこの、カメラを使う人のことをねよく考えられてね作られてるかと思います。そしてこのねプレート自体はこのアルカスイス互換なので、もちろん様々なね、あの、三脚とかにも取り付けてきますし、今ね、もう皆さんがこのアルカスイス互換の三脚とかをお持ちであれば、まあ、このね、クイックリリースプレートと、このセットですが、これ1個買ってもらうだけで、もうこのプレート1個ね、付ければ他のものに全部使い回し、機材使い回しできますし、まあ、他にもね、こういったカメラストラップのね、ホルダーとかも買えば、もういろんなね、用途に使えるので、これね、すごくいいですね。で、今回はこんな風にカメラストラップ用にね一応こんな風につけましたけど、これアイディア次第でいろんなところにねカメラを固定できると思うので、ぜひね皆さんもねそのいろんな自分のなんていうんですかね環境とかに合わせていろんなねカスタマイズをねしてみてください。で今回ね紹介したこのねファルカムの F38 シリーズなんですが、この動画の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひねそちらでも確認してみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様の何かも参考になれれば幸いです。で今後もですねこんな感じでね、カメラ機材ですとかデジタルガジェット、いろんなそんなものありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。